レッドソックス首脳陣、マサは全 GM が獲得した選手だから。マサは全 GM が獲得した選手だから、吉田正尚トレード再燃の真相は？カトキレッドソックスに、31歳の打撃職人、の居場所はあるか？どこも欲しがらねえんだから責任持って契約終わるまで勝っとけよ。能力面で全く需要ないとまでは思わんが、いかんせん高すぎたよな。肩痛めてたら余計にやばいわな。グッバイマサ。環境変わればワンチャン。レッドソックスが全額負担して DFA したら拾いたがるとこ自体たくさんあると思う。契約満了前に DFA なんていくらでもあるから、来季 NPB 復帰争奪戦で複数年契約の準備しとかないと。レッドソックスは外野の層厚すぎて無理や。今年打撃だけでも外野手で5番手やし、数字だけ見ると悪くはないが、 20M の DH 戦なら OPS900 は欲しいね。そらそうやろ。あのボラスが交渉せずに即決したクソ契約やで。復帰すぐは福留や筒子をよろしく振る稼働しないのも頭に入れなきゃ。 BOS は二度と日本人野手を新規で得ることはないな。ご視聴ありがとうございました。